少子さんが厳選した今週の気になる話題から新作のミニ落語ニュースモール落語をお送りするラジオ演芸金祭亭本日は国民切れさせる天才岸田首相裏金事件のさなか納税呼びかけに批判殺到ですそれではラジオ演芸金祭亭 開演ですえー、それではあ一席お付き合いを願いますがおけんちゃんおめんとこも暇そうだな。 お、なんだよ、おっきい。えー、ちょうど今、客が帰ったとこなんだよ。嘘つけ、お前。えー、客の頭やらねえでさ、てめえの鼻毛抜いてたじゃねえかよ。俺ずっと表から見てたんだぞ。おめえもな、魚さばかねえで、営業中にお前散髪に来るなんて、よっぽど暇だな。まあな。え、とりあえずちょっと頭やってくれや。うん、いいよ。そこ座んな。ああ。あれ今日お前、母ちゃん、店に出てねえのか 尿場裏で確定申告やってるよ。裏で確定申告って、なんかごまかしてんのか <laughs> いや、そうじゃないよ、お前。店の裏の自宅で、領収書の整理とか色々やってんだよ。あ,あ、そうか。いや、うちもな、母ちゃんがやってくれてんだけど、大変だよな。今年からほら、インポイスって始まったじゃねえかな。 いや、インボイスだよ、お前。わざとお前間違えただろ、お前。<laughs> なおめ下ネタでも言ってなきゃよ。やってらんねえよ。いや、この前さ、あの、魚さばきながらよ、テレビで国会中継見せたんだけどよ。お前、岸田総理が、 国民には適切に申告、納税を行うようにお願いしたいとか言ってたんだぜ、おい。ほんと、どの口が言ってんだって、俺腹立ってよ。三枚におろすはずの魚をよ、包丁で真っ二つにしちまって、俺な。まあ、そうだよな。あお前たちこそ法律守って適切にやってくれってこっちは言いたくなるよな。あだけど国会議員なんていうなよ。えー、選挙の時だけペコペコしてりゃいいと思ってんだからな。<laughs> あ、おウォッキン、なんでお前の後頭部、これ髪の毛減ってきたな。おそうなのかいや、自分じゃわかんねえからよ。お、そんなに毛抜けてんのかいや、ま、そんなにってわけじゃないけどよ。なんつうのかな。 うすうすって感じかなよせよ、俺のお前頭のこと森山文科大臣みたいに、そんな、あやの人の記憶みたいな言い方するのやめてくれよ。ああ、そうか、それは悪かったな。じゃあ、バイデン大統領の記憶ぐらいかないやそれかなりやばいんじゃねえか、お前。フランスのミッテラン大統領ってお前、どこのお前記憶の引き出しから引っ張り出してきたんだっつうんだよなえ、あのじいさんよ。<laughs> だけどな、アメリカも大変だよな。 大丈夫かよって二人のじいさんから大統領を選ばなきゃいけないっつんだからな。いや、だけどよ、そんなじいさんたちよりはマシだろうって、ええー、日本の国会議員のじいさんも思ってんじゃねえのか <laughs> いやそれにしてもな、5年で50億円お前、幹事長だからってお前自民党から受け取っていいもんなのかな それだよな、めん幹事長がそんなにもらえるんならよ。俺はお前、この商店街のお前、花見の幹事死ぬまでやってやるぜ、おい。<laughs> いやいや、もしよ、そんな金が俺たちにあったとしても、お前。そんな大金お前、きっちり領収書を出して、お前、経費としてちゃんと認めてもらえないと、税金でどっちみち持ってかれちゃうからな。そうだよな。 あの使い道が分からなくてもいいっていうのは、制作活動費っていうのがお前、そもそもおかしいんだよ。おウォキンの言う通りだな。だからよ、俺たちにだってさ、そういうのあっていいよな。う、え、ん、ー、例えば、ウォキンところ、な、ね。えー、それから、ほら、ヤオハチのハちゃんとことか、あの、生鮮活動費とかな。利用士の俺はさ、生発活動費とか言いながらな。<laughs> そうだよな、お前、そんな自由になる金があったらさ、 うちのせがれだってお前俺の後継いでくれただろうな。うちの娘もさ、息子も、えなあ、理髪店なんて嫌だなんつって、後継がなくて就職しちゃったっしよ。 大体さ、国会議員ってのは息子でも娘でも、みんなあれ、後継ぐよな。ドリル優子とかだろそうそう、あの、小渕元総理の娘さんな。だけどさ、ああいうの誰の子供だかわかるようによ、リングネームみたいにさ、国会ネームっのつけといてほしいよな。え例えば例えば、ドリル優子平成とかな。ああ、なるほどね。平成ってあの、小渕さんやってたからな。うん。じゃあ、あの、ほら。 子供政策担当大臣の加藤鮎子はああ、あれは加藤孝一の娘さんだよなうん。じゃあ、加藤の乱子ってのはどうだ <laughs> <laughs> いやいや、確かに加藤の乱子なのは森政権を倒そうとした自民党内で、それは覚えてるけどよ。でも今、本名の、鮎子はどこ行っちゃったんだよいや、俺はよ、川魚扱わねえんだよ。<laughs> うん、愛はいらねえな。そうか。じゃあお前、浜崎ゆ美は嫌いか いや、そのアユは、好きだと言わせてください、ご主人様。なんだよ、そのご主人様っつうのは。M、え、誰がふぅ。まあ、アユの曲で答えるんじゃないよ、<laughs> お前。よっぽど好きなんだな、お前やな。ちょっとあんた何のんびり散髪なんかしてるもう、すぐに店に戻っといでようんなんでかわちゃん、慌てて。え急にね、お刺身の大量の注文が入っちゃって、うちにある魚全部捌かなきゃ、落っつかないぐらいなんだから、早く戻って仕事しとくれよ おう、そうか、おい、おい、ちゃん、ちょっと、いいかなおう、いいよ。あのー、また散髪は仕事終わってきてくれたらいいけど。なあ、稼げるときには稼いどいたからいいからな。おっ お、分かった、分かった。お、母ちゃん、だけどなんでお前、急にそんな注文入ったんだよ。それがね、ほら、魚好きの市会議員の田中さん、ええー、明日誕生日なんだってさ、で、その田中さんがお世話になってる県会議員の人がさ、あの、ちょうど地元に帰ってきた国会議員の先生に、その話をしたら、あじゃあ,あ、その魚が好きなら、誕生日プレゼントに、って言うんで、その国会議員の先生が、うちの魚全部さばいてくれって、 注文されたんだよ、うん、はさすが国会議員の先生だなおいえーえー、ストレートさばくけどよ他になんかその先生注文言ってなかったかえー、他にあ注文じゃないけどね領収書はいらないっての<え>一席でございました <laughs>、はい、本当にね えー、領収書がいらないなんてね俺全部領収書取るもんね <laughs> いやいや、うん、普通普通は考えられませんよね,ねはい、うん、ということで、はいえー、今日は、えー、このお話でしたがえっとですねえー、いつだっけあれ3月の24日日曜日<話す> <laughs> はい、えー、福岡市美術館ミュージアムホールお昼の2時から、えー、立川省志らく回一人豚バイシーズン2、えー、行います。入場料が参り4200円。当日は4700円です。全席して。えー、ということで、今、まあ、あの、もう半分以上は売れちゃってるので、あでえー、まあ、ちっちゃなとこなんでぜひお急ぎいただきたいと思います。はい。えっと、シアターネットプロジェクトまでお問い合わせください。電話番号を申し上げます。09273923180927318 えー、チケットピアローソンチケットでもあチケットの方はあ販売しておりますのでぜひお越しくださいお待ちしてます「リンクの月ラナと大空リコです RKB ラジオ」でお送りしている「ガールズパンチ今夜もあなたにリンクリックを」をポッドキャストでもお楽しみいただけますアップルスポティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで「今夜もあなたにリンクリック」と検索してフォローをお願いしますポッドキャストも「リンクリック」リンクリック